ーターの数でございます。僕はいつも台湾に来ると事実上、まあ、台湾ってポピュラーな、まあ、日本でいうでっかいゲームセンターみたいなものだと思うんですけど、まあ、大好きでよく来ます。まあ、今日は、花の釣りシリーズ第1弾エビ釣りをやってみようと思います。ではどう？エビはエビで釣るんです。ギブアップで、ギブアップで。回収も回収。はい、まあ、ライブのスプリングスクリームの翌日ですけど、はい。いいですね。炭酸仕切りいいっすよ。あのザクさん的にはどうでしたか？超楽しかったよ。どうですか？でもね、必ずまた立ちたいですね。そうですね、はい、やっぱりすごく努力が必要なステージだと思いました、はい。まだまだあやかしメンバーだけではすごくハードルの高いステージだったのでね、与えてくれた台湾スタッフ、皆さんに感謝ですね。来ねえな、エビちゃんが。あれね、タナさんのバクの角みたいなのがあれ、ツンツンって言ったらね、エビちゃんがバクの角をツンツンってしたらねしないね。ちょいちょいかすかな当たりはある感じ、ね、うわっていうのがね、うわだっておかしくない？エビでエビ釣るんだよ。エビでエビを釣る。エビ、エビ、エビだよ、これ。エビで、エビで、エビを。来た、来た、来た。来てね。あ、全然来てね。
ーっとね、ザーッとザーッと洗いました。本当はこれをお酒で洗うとまた美味しくなるんですけどね。そうですね、まあそれは贅沢なんでね。なるほど。はい、そしてこちら塩で揉みます。はい、最初ですよ。はい、はい、エビさんかわいそうなんでちょっと引きの絵にしますね。はい、塩ですよ。結構入れますね。バンバン入れます。バンバン入れますか。入れると混ぜますね。なるほど。床に馴染むように混ぜます。はい、手際がいいですね。そうね、バーベキュースタイルですね。みんなが何言ってんですか。台湾の何ですか。あ、みんないる。台湾みんな。みんな楽しそう。うん。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。じゃあこのね、焼いたエビを、焼くエビをこちらの。はい。これ乗っけますよ。なるほど。なるほど。これやってみます。はい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 。でこれで待ちます。待ちます。はい、じゃあもうだいぶ入れてるんでね、ひっくり返しますんでね。じゃあこの部分は。ちょい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 。大量ですね。すごい量だな。どうしよう。はい、はい、これみんな持っていきますよ。はい、はい、はい。いやー、いっぱい釣れたし、みんなで食べます。それではまた。